スパムと面白いな。では、次の手順ご説明。私は手作りショップのアドレスで待っています。ショップ所在地はゴミ捨てまないエリア。修理のためを閉鎖中。ただし、一人で来てく。そして最後に大事なこと。いいねとチャンネル登録をして。いいねとチャンネルと おーね、視聴者のに分かってくれますでしょうか。リンクは削除されましたをゲット。おー、こっち向いた。おー、動けるな。これ戻っていく？おー、離していく？それが済んだら次は自作 CD 便で用意するよ。クリス、お願い、急いで。スパムとんね、やっぱ面白いな。 はい。オッケー、賛成か。ゴミ箱だ、中にあるのは、おお。なんだ？こうやつ。おお、スパムトンじゃん。スパムトンもここに入ってんの？ポスターには破れている。下に揺らした別のポスターが見える。ほんまや。ほんまや。オートビックス、オートパックスか。街をかけよう。スペシャルな1台。続きは破れていて読めない。おお、2つが朝、ああ、そうか。クイーンの 朝がね、クイーンの上にスパムトンが乗ってるってことね。 おお、ああ、ここ押せばいいの？おお。で、こっち来ると、オッケー。はい、乗って。おお、ナイスチームワーク。おお、美しいね。クリス、ノエルを探します。ハイビームつけて。おお、そういうことね。このクイーンシグナル見たら、ノエルはすぐに駆けつけます。どうしてそこまでノエルを探すんですか？どうしてって、この街は危険だからに決まってるでしょ。どこかで壁にめり込んで動けなくなったら大変よ。おお、優しいな、クイーン。カリウム不足で弱ってしまうわ。じゃあ、あなたはノエルのこと心配してくれてるの？このまま見つからなかったら心配ね。おお、クイーン様の愛がちょっと伝わってきましたね。愛が一番愛フルでございます。でも、どうしてノエルなんですか？待って、理由は何だか分かります。あの子は弱いから簡単に下僕にできる。そうでしょ。違います。おお、逆。あの娘は強いから。おお、クイーン仲間なれそうな予感がするね、これ。強い。クリス、車止めて。お、運転手さん、クリスが運転手なの、今。どうかしたんですか？お、爆発なの。ヒヤヒヤしたわ。いつまで経っても爆発しないから。あ、爆発専用だったのね。ここからは歩きね。一旦お別れよ。いたまかれよ。クリス、ノエルを見かけたら、あの娘に伝えて。私はノエルの好きなものを完全に把握しています。お、証拠を見せろと言われたら、これを。お、名刺みたいな感じ？クイーンのミックステープが大事なものに投げ込まれたのかい。ではでは。おお、結構優しいね、クイーンね。なんとなくだけど、もうすぐこの街を抜けられる気がする。いいか、大体勘って当たってるよね。わあ、めちゃくちゃ来た。あれ、ああ、動けんのね。え？ ウィオって何？ウィオって何ですか？ おお、行きましょうか。おお、ノクリス、やっぱね、スタンプとのままの HP か。お、行きましょう。おお。さっきはヒュッとしたね。不思議な世界、大きな街。信じられないことだけどばかり起きて、頭がぐるぐるする。おお。またパズルかな。私、そっちを歩いてみるね。おお、歩けんの？お、D。おお、消えた。あ、そうだね。デルタルーンの？これ D。なんだこれ。お、デルタルーンの D かな？おお、こんな感じ？お、あ、デルタルーン、やっぱデルタルーンの D、いい。おー、美しい。何これ？え？頭がぐるぐるするっていうのは悪い意味じゃないんだ。私、知らない場所行ってみたかったの。おー、あ、これいいな。なんかかっこいい。サムネにぴったり。よし、行きましょう。お、で、L？L？ 書いてないね。あれ？お。ディネお姉ちゃんがね、いつか連れてってくれるって、こんな風に。光が溢れてる場所へ。いいね。どうやってここ来たの？ノエルちゃんね。あれ、どうやって行ったの？まあいいわ。行きましょう。なんだこれ、C。押しましょう。なんか終わりが近そうでございますけれども、なんだ？お。みんなよく探検したよね。4人ともまだ小さかった頃、お墓の裏の森を探検した夜のことを覚えてる？
おう、そういうことがあるんだね。やっぱり、ここで終わりかもしれませんね。お。これ、ノエルがボスなわけないよね、さすがに。お、結局何も見つからなかったけど、私、怖くてずっと泣いてた。なんか不思議だな、ノエル。この空気どうやったらいいんだろう。ね。どういうこと？これ同じじゃないよね。あれ？あ、そういうことね。お、なんだ？なんだなんだなんだ？でもね、あのようなことは今でも懐かしく思い出すの。お姉ちゃんが、アズくんの上着、シナモンの香りがするあったかいしなんて、その時私、怖いものないわけで思ったんだ。誰かが安心させてくれるなら。うわ。どういうことなんだろうね、これね。この話は奥が深そうでございますけれども。あ、おジャンプした。私って変な子。でも、それを知ってるのはクリスだけ。なんかずるいな。クリスが変な子なのはみんな知ってるのに。ああ、よかったよかったよかった。ここでノエルと戦うとかなんかね、そういう悲しいことがなくてよかった。ありがとう、ノエル。おー、ここじゃん。おー、ここに来た？まさか、例のところじゃないよね。例のところ？まさか。ああ、先進んじゃダメだ。先進んじゃダメだ。一旦落ち着きます。お、ボール投げゲームだ。簡単の裏に商品が置いてある。おー、やりてえな。おー、こんな感じ。ここは同じ感じかな。ああ、やっていきましょうか。はい。できないね。商品が置いてある。商品が置いてある。おー、来た。どうしよう、戻ってきた。私そこの屋台に隠れる。おー、うまいな。来たー。ちょっと見てて。おー、結構。結構、的中率いいもんですな。やるでしょ。商品は？あ、おはい。お、やったよ。よかったね。あ、でもやっぱいらないわ。おお、もらった。チャプター2の最初にまたね。おお、どうだ、見てけ。久々だね。何パートぐらい前だっけ、あなたたちとね。スージ、あれは戦うためのものじゃないってば。お前が決めんのは見てろよ。おお。あ、クリス。おお、クリス。俺の新しい攻撃技見てくれよ。お、カメハメハ。カメハメハ。お、よかった。おお、いいね。少しだけ癒された。おお。どうだ、回復マスターの爆弾だぜ。そう、スージーこそが真の回復マスターだよ。あ、ラルセに嫌味の言い方を教えたのは、間違いだったな。あれ、クリス、それは何？誰かへのプレゼントかな？おー、わ、これなんか重要な気がするけど、何なんでしょうね、これ。ラルセ、ノエル、スージー、バード、一旦ちょっとバードリーを吸ってみるか。来た、おー、来た。クリス、クイーン様、み。な、ちょっと、停戦休憩をした隙に、もう数字とつるんでいるとは。うん？まあ思えば当然の結果ではある。君は僕のパズルスキルについて来れなかったからだ。うわ、どうした？おー、優しい。え、お、お、ぬいぐるみ僕の？ちくみつ。よから、今日のところはお目に見てやる。また、クリス君。めちゃくちゃ重要な選択してなかった？え？なんでバードリーにやるんだよ。どうしてバードリーにあげちゃうの？クリスタみんなに優しいね。おう、行こうぜ。おう、今暑い時なんですか？ナイル。結構照れてますけれども。なんで、そんなとこにいんだよ。チートかよ。チートかよ。その。まあ、無事でよかったけど、クイーン野郎にされちまったから何気心配してたぞ。ドキドキ。あれ？てか、お前、クイーンの手下になったんじゃないのかよ。違うの、話を聞いて。クリス、どうしよう。おお、停戦した。ノエルは敵だ。停戦した。これにしましょう。そうなの。停戦。クリスが仲間に入っていいって。え、すぬか。まあ、クリスがそう言ったなら、お前殺すのは気が進めなかったしな。ドキドキ。結構、すごいテンションのある性格ですね、ラルセンさんね。あ、ラルセンさん、スーじゃないよ。間違えた。ラルセンじゃない。久々だったか忘れた。スージか。ごめんね、スージ。わ、これね、選択多分変えたら、これ一気にルート変わったりするかもしれませんね。うわ、奥が深いな、このね、両際に立っているね、風船ちゃんね、浮いてるのか。
わ、こっち見てんじゃん、スージー。スージーだね、オッケーオッケー。じゃ、とっとと、列に加われや。あ、うん。おお。それとクリスがね、私の定位置はスージーの後ろだって。お、お、まあ、クリスがそう言ったなら。おお、ちゃんとラルスで変わったな。よし、行こうぜ。お、来たわ。では、僕も加わろう。ただし、この画面だけだぞ。おお、ちょっと加わってくれ。誰も誘ってねえよ。お、加わった。加わった。仮に加わったんだ。え、ちょっと見てみる？おー。クリス、スージー、ラルセイ。あれ？ここの3人だけ？あれ？どういうこと？で、しかもラルセイがなんかこのラルセイじゃないか。昔のラルセイですね。あれ？なんでだろうね。なんでだろう。なんでだろう。なななな、なんでだろうです。ございますけれども、はいね。なんでしょうか？ボール投げゲームね。バードリーも加わってんじゃねえか。おー、セーブじゃん。おー、もうさ、めちゃくちゃ面白そうだな。まあ、セーブしていきましょうか。おー。で、これで、ここ、高層エリアにいたのか。で、走行を見てみると CD ベーグルが2つ置いてありますね。ちょっとこれね、ちょっと怖いので、このね、ここに CD ベーグルをあと2個追加します。OK ですかね。OK、CD ベーグルあと2個追加するので、合計5個になりました。うおー、面白かったですね。ありがとうございます。あ、ここでもうちゃんとバードリーいなくなってるな。あれ、バードリーは？バードリーいねえな。なんででしょうか。ちゃんとね、約束は守る主義なんでしょうか。まあ、そんな形で今回こちらで終わってきたと思います。うわ、すごいね。もうね、パーティーがめちゃくちゃ増えて何が何だか分かんなくなりましたけれども、めちゃくちゃ面白いですね。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。また見たね。イェーイ。